まずは高橋智恵が前となりまして、2番手は戸田美代子入っています。6番手から中川涼子を挙げています。小林彩乃が中川涼子に続きまして、まずは3番手の林真奈美を抑えています。長澤彩の方ですが、現在6番手2番東口順が長澤真子といます。残り1周半打賞です。まずはペースを落としました高橋智恵には5番の戸田美代子です。1番中川涼子が4番林真奈美を抑えています。3番小林彩乃は1番中川の城、そして後方長澤愛が6番手、2番東口順が長澤と取っています。さあ4番の林はかぶった競争を一気にホームから叩きました。長澤愛が決勝戦は先行を取りました。東口順が長澤マーク、そして高橋智恵が3番手切り替えて中川涼子が3番手アウト、4番林真奈美は6番手外くん、さあこれは苦しいか。5番戸田美代子の方は4番手、その上から4番林真奈美、仕掛けました7番長澤屋。さあ番手から2番東口順が捉えるかどうか、外から1番は中川涼子も迫っていきましたが、長澤屋見事な逃げ切り、長澤屋が先行逃げ切った L 級ガールズ決勝戦です。終始マークの東口が追走2着、そして外をつきました中川涼子が3着、地元の林は悔しい敗戦です。長澤が力を発揮逃げ切りった決勝戦です。東口が水槽2着、中川3着、7番2番1番でしょうか。10レースは L 級ガールズ決勝戦、決定まではしばらくお待ちください。